か、あそこの坂をさ、はい、それぞれです。ちっちゃ、おいいな。え、どんぐらい入れたいんですかね。もうそれ全部いいよ、一人分ぐらいで。はい、こんにちは。こんにちは。入ってるんですね。あ、勢揃いですね。勢揃い。ね、多分皆さん誰この人みたいよって言うんですけど。これはもう広島の巨匠。まあ、お客さんの細川さんですね。自家焙煎でコーヒーやちょっとオンラインの方でやってるパスハントコーヒーの細川と言います。はじめまして。ランドのミーティングで一回来ていただいて。そうですね。そうですね。何回かちょこちょこ。はい。YouTube にも映ってる。お邪魔させてもらってます。知ってる人は知ってる。パスハントコーヒーさん。はい。美味しいコーヒーだったですね。もう飲みきっちゃったんですけど。美味しいコーヒーいただきまして。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。酸味が少ない。飲みやすい。うん。僕ぐらい。後味好き。いいことばっか言ってくれて。まあまあ、もう引きもいい感じで。まあ、ギアで例えると、8段変速の6段ぐらいでしたっけ。そうだね。中華よりちょっと上ぐらいの。そうそう。うん、マイセンの。ちょっと軽い感じ。軽い、まあ、重たい。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 でも、カフェインとか、ちょっとあれですかね、少なめ。そう。もうカフェイン取って。取って。結構僕、胃に負担くるタイプなんで。コーヒー2杯飲むと、朝日飲むと、もう、ムカムカしちゃうタイプなんで。すごいいい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日一緒にお話を。今日いただけるということで。はい。今日のテーマを。テーマですか？はい。何でしたっけ？デリケートエリアの。デリケートエリア。サドル問題ですね。サドル。その前にちょっとフェスティブ500の話しましょうかね。ああ、そうですね。ああ、そうですね。フェスティブ500。池田さんどうでした？いやもちろんもう、あれですよね。何千キロと。何千もう1200キロぐらいは走ったんじゃないですか。1200キロ行きたかったなぁ。まあズイフトやっとったわ、ずっと。ズイフトやってたんすか。ズイフトやっとって、スイッチが入ってなくて。今回はゼロです。マジっすか。サイコン全然、作動してなかった。記録が残ってない。機械音痴なんですね。機械音痴ですね。はい。どうでした僕ですか、はい、これはもう僕はもう、すいません、260キロでした。いや、もう言い訳していいですか言い訳どうぞ。膝がですね、膝が。膝芯が降りてきた。2日で400キロ走ろうと思ってたんですよ。まあ、1日目の150キロ走った時に膝やっちゃいまして、はい、ランナー膝みたいなやつですね。筋がちょっと炎症を起こすやつ。ロキソニン塗って、翌日なんかいけるかなと思って、まあ、ちょっと走って、広島駅の方まで行ったんですよ。あ、無理だって思って引き返しましたね。いやー、普通に諦めました。諦めない男が。諦めない男っていうお客さんに言われてちょっとプレッシャー感じてたんですけど、これはダメだと。来年に残してはいけないと。もっとやらなきゃいけない勝負があるんで。なんかもうすごい苦肉な感じだったんですけど。うん、まあすいませんが、ちょっとリタイアしましたね。無理なく楽しむのが一番ですからね。いや、もう無理してでもやりたかったんですけど、ちょっとこれはやべえって感じの痛さだったっす。これはやべえって。本当は最後の250キロを壇の浦じゃなくて、友の浦まで行って、膝の裏がやべえって投稿して帰ってくる予定だったんですけど、広島駅でもう膝の裏が良かったです。それで帰ってきました。違うんですね。村上さんはもうめっちゃ走って、いけてた場所ですよね。そうなんですよね。はい、結果としては、残り30キロでリタイアしました。何やってんだよ。いけ。もう30キロ手前、もう残り30キロのところで、パンクして。それ、あれですよね。溝にはまったやつ。そうですね。蓋のない側溝に、真正面から入って。前輪が？はい。で、前輪から入って、シーラントの風車を撒き散らして。お漏らししたと。僕、前日に言っとったんですよ。パンクするかもしれん。チューブやった、持ってた方がええんちゃうかって。それを無視して。それ勇気とかじゃない。それは万有だと。僕はもう、帰り、最後の仕事納めの帰りに、しっかり話していったんですよ。もう案の定これですよ。そうっすよ。それをフル無視して、もう、
何も持っていかずに行ったらこれですよ。先輩の言うことはやっぱ聞いといた方がいいよ。聞いといた方がいい。先輩だから。本当に聞いといた方がいい。という僕もちょっと持っていかなかったんで、ギクギクしながらちょっと走ってますけど。まあタイヤインサート入ったの、まあ、インサート入ってるから、まだあるじゃん。ギリ大丈夫だと思うんですけど、うん、やっぱ、150キロとか200キロやると、50キロじゃ帰ってこれないっていうところになってくるとちょっと怖い。ね、うん。やっぱちょっとブスッとされたやつ、ちょっと導入せなあかんなって思ってるんですね。うん、細川さんはフェスティブ500とか走りました？全然0キロです。普段走られてるんです。普段もほど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 に。ほど今まで どれぐらいの距離が最長で？1日で。1日で。1日だったら150キロぐらいかな。乗ってますね。乗ってますね。じゃあ、サドル事情には詳しそうですね。いや、まあ。ちょっと、お尻は鍛えられてますね。マジで。お尻問題。お尻問題。はい。じゃあそんな、ロングを走る皆さんのサドル問題。うん。行ってみようさ。とりあえず、今使ってるサドル言います？あ、そうですね。そうですね。池田さんは？僕今、セライタリアのフライト1990っていうやつ。古いやつですね。古い方の。古いやつっていうな。あれ、古いやつじゃないですか。名作。オリジナルの、まあ、昔のデザインですね。今のなんかスポーティーなやつではない。ではない。細身の、長めの、軽いやつを使ってるんですけど。池田さんらしい。いや、でも、すごいいいですよ。30年か。じゃあ40年。じゃあ30年か。形変わってないんですけど、はい、今も受け継がれてるっていう。まあ、別に新しいのできてますけど。それもずっと。まあでも名作サドルの名前は残ってる感じですね。ずっと。それの復刻版みたいなのが今も出るんで、やっぱりいいものなんでしょうね。いいですね。何使ってます？僕はレペンテの、アルタックス GL M っていうやつ。茶色いやつ？茶色いやつ。なんか軽量サドルで、なんか茶色いカラーのサドルがあんまないんで、それでペンテがなんかいいのがあったんで、それにしてます。はい、さあ、僕ですね。僕はチャプター2のトワーはあれですね、WTB のボルトだったかな。いろいろサドル悩んどったんですけど、ちょっと決まらなかったんで、ずっと持ってるボルトとりあえずつけてますね。それで結構走ってました。こんな感じでしたね。一応、細川さんの、僕、サドル事情。僕も定番の、ブルックスの、B17。B17。定番のやつを、レザーサドル。一番お尻にフィットしてるかなって感じですかね。レザーですよ、ね。レザー。何年目なんですか？もう4、5年以上は経ってんじゃないですかね。じゃあもう、すごい、しっかり味ついてますよね。エイジングされてた。2つ持ってて、1個はもう、ちゃんとやらないと壊れますよって言って直してもらったね、前。そうっすね。だいぶ伸びてきたら、あれ、雨とかは、ちょっと弱くなりますね。そうですね。デリケートですよね。ちょっと僕みたいなガサツな人には使えないやつです。ちゃう。あれやね。パワーサドルダメっす。すぐカピカピになってす。すぐカピカピか。めちゃめちゃか。すぐ帰る。科学の力がいい。科学の力。やっぱ樹脂だ。その今使ってるサドルは長距離だとどうですか？長距離、正直サドル僕全然困ったことないですよ。多分革サドルだけです、困ったの。全然困ったことないですけど、今回の150キロはちょっと困りました。なんか途中膝がやばくなったんで、うん、どうしてもサドルに重し乗せて、お尻がっつり乗せて、こう、足に負担かけずに回してたんですけど、そうしてくると、ケツの肉が痛い。なるほど。あれですね、血管圧迫されて、ちょっと定期的にお尻浮かしたりして、血を流してやらないと、苦しい。そういうのがちょっとあったっす。久々の感じで、ちょっと、あ、これがサドルの辛さかっていうのを感じましたね。ただお尻が痛いのと、その血管が流れない感あるよね。あります。じわーっと立ち上がった流れる感じ。あれがやっぱりあれがサイクリスト病かなって感じですね。なんかよう聞くやつ、ね、今日聞くやつなんだなって。
あれを味わってくると自転車乗ってんなって感じです。ちょっと、まあ、普段全然そういうのないですよ。正直100キロ以上走るも全く問題なかったんですけど。すごいですね、それでも。この間のフェスティブ、もう200キロ走ったんですけど、その時もあの、同じハードルだったんですけど、ボルトだったかな、ボルトの廉価版が最初からできてくるやつがあるんですけど、うん、あれで全然大丈夫だったんですけど、今回はなんか、やっぱロードバイクになって前傾がきつくなってるんで、それもあって、ちょっと圧迫感。なるね。で、血流が損なわれてた感じしますね。レペンテはどうですか？レペンテは、僕の中では今一番いいなって感じです。フィットしてます。結構お尻とんがってるんで、その、合う合わない結構あるんですよ。村上くんのお尻がとんがってる。僕のお尻が。なるほど。骨が出っ張ってるみたいな。あカンビウムのサドルとかもう痛くて乗れないぐらい。あカンビウムは合わない人に合わせて、なんか7割ぐらい合うっていう人がおるらしいんですけど、本当なんかなってぐらい合わないです。僕全然カンビウム大丈夫です。硬いなとは思うんですけど、なんか痛えとかやべえとかそういうのないですね。そう、めっちゃ痛くなるんですけど、なんかレペンテのサドルはすごいフィットしてきて、お尻の幅にちょうどいい、ちょうどよくなってる感じです。ああ、測るもんね、あのレペンテ最初に。あ、そうです。自分のぴったりのサドルを。事前にお尻の幅測って、それで選んだんですけど。あれ、店来てもらったら測れるんで。そう、あれ、一回測った方がいいよね。一回測ってみてください。はい、もう、なんか、レペンテじゃなくても、測ってみるのがいいと思います。なんか予想以上に、あの、自分のお尻が細いって気づくかもしれないです。予想以上にちょっと太かったんで。なんか S、M、L ってサイズ3段階あるんですけど、だいたいみんな S なんですよ、うん。めっちゃ一番狭い。多分、ほとんどの人は S サイズですね。お尻。僕 M っす。M サイズ。安全型かもしれないです。ああ自分も S と M のちょうど中間ぐらい。僕、うん、も S です。まあでも確かにあんまりわかんない人はいいかもしれないですね。ちょっとですね、悩んでる人は一回測ってみるのがいいと思います。うん、ちょっと役に立つかも。なんか200キロぐらい乗りましたけど、あの痛くはなるんですけど、限界突破するほどじゃないっていう。なるほど。途中立ち上がったりすることもあった。あ、立ち上がることはある。あの1日、あ2日目は立ち上がった。1日目の200キロは立ち上がらなかった。しかもホールドされる感じなんですね。そうそうそう。確かにこう S になってますもんね。ちゃんとフィットするようになってるタイプだから、はいはい、ダンシングからシッティングに一発でポジション決まるみたいな感じがあって、すごい使いやすかった。確かに、ホールドされます。レペンテ。ホールドされる。結構あの僕今あの WTV がそういう現象が起きたんで、アナーキーのレペンっていうの名前が思い出せなくなったんですけど、やつ使ってるんですけど、すごいホールドされるです、あのしなりで、うん、なおかつ、うん、全然違うのがあれですね、同じこうジャージというかあのビブで走ったんですけど、あのグリップ力、サドル表面の、うん、全然違うんで、乗ったらもうビタッて止まるっす。 WTV の方はツルツルともう前後に動けるんですけど、WTV をしっかり固定して包まれてる感はすっごいあるっす。で、今のところ結構いいなと。圧迫感はちょびっと走ってるだけなんですけど、これはちょっと150キロ、200キロ走って、ちょっと結果が楽しみだなっていう期待感がすごいあるですね。なるほどな。フィットするっていうのはなんかレザーサドルも近いかもしれないですね。かもしれないですね。うん、最初に新品のレザーサドルやと、全然フィットしないですけど、使い込んでいくとお尻にピタッとフィットしてくるんで、その時の座り心地に近い。ああ、確かに近いですね。近い。結構僕あのオフロード走ることが多かったんで、あのスライ前後にスライドした方があの重心移動とか、うん、まあ、あの上りとかでもシッティングの時にこう前の方に乗るとかそういうのしとったんで、そういう使い方だったら。WTV のボルトでええと思うんですけど、つるっとしたまっすぐな感じで、まあ、ロードバイクはやっぱりちょっと結構体を固定して走った方がいいんじゃないかっていう気がしますね、うん、そんなにこう前後しないですね、前後しないですね、ロードバイクは。
結構激しく走るんなら前後する、うん、オフロードとかですけど、オンロードだったら固定でいいかなって今そういう気持ちになってますね、うん、結構前後に動く速かったんですけど、そんな動かなくていいなと、なんで今ちょっとレペンテ、うん、今度150キロ200キロぐらい走ってまたインスタでレビューしようと思ってるんですけど、なんか期待結構高まってますね。ちょっと全然違うなっていうのが今驚いてるところです。ちょっと昨日の夜変えたばっかなんであれなんですけど。でも全然ホールド感が本当に、素材で全然滑らないんですよね。ビブとの相性でこうキュッキュッと。確かに滑りはしないですね。それがなんかいいんかどうかをちょっとチェックするんです。ちょっとやっぱ穴期間はやっぱり、あのアッパー感少ないですね。ああ、そうですね。まあ、ただ一点ちょっと気になるところはあるんですよ。デメリットというか、ここを改善してほしいところあって、あのグラベルタイプのサドルつけてるんですけど、はい、あれマウンテンバイクでも使えるって歌ってるんですけど、後ろのお尻の部分めっちゃ尖ってんですよ。なるほど。なんかマウンテンバイクっていうのは工夫してほしいなっていう。なんでですか？あれマウンテンで使ったら、あのフルサスで使ったら沈んだ時にタイヤ当たるじゃないですか、出っ張ってると。マウンテン正直グラベルのやつは使えるって言うんですけど、フルサスにはあんま向いてないような気がしますね。うん、だから後ろがこうなってるからってことだよ。角になってるから形状の形が、形状のまあこのサドルですね。でもあのセライタリアのこんな感じ、あのフライトフラットやけど、あのマチュー、はいはい、あのロードバイクめっちゃ速い人、はいはい、使ってるよ。使ってるんですけど、まあそうですね、うん、フラット、まあ、相当ヘビーユーザーじゃないとあんまり。シクロクロスでも使ってる。マジですか、フラットなんですか。うん、これちょっとあれですね、うん、マウンテンバイク知らんけど、あの人マウンテンバイクもオリンピックなんか出てたよね。すげえ。セライタリアちょっと気になりますけど、なかなかいい値段しますわね。いやいやいや、いろいろある。いろいろあるって、あの、マチューノは高いけど。マチューノは高いんですよ。結構2、3万ぐらいからあるんで、うん、あれなんですけど、やっぱトアってフラグシップじゃないですか。うん、いいのつけたくなるじゃないですか。5万かーと思って。いやいや、あれは一番。あれ一番いい、結構高い方。まだ上はあるけど。いやいや、結構高い方つけたくなっちゃう。ここで妥協はしたくないっていうのがあるんで。あのさっき細川さんが言ってた、はい、あのフィジークの話がすごい面白くて、はい、いやあんまりブランド名を直に言うのはやめよう。なんかこう見た目で選んでも、そうしっかりめで乗りたいなと思って見た目で選んで買ったら結構痛い目にあって、本当10キロ20キロでお尻痛いなってなって、やっぱ合う合わんはあるなと思って、まあいろいろ試してみるのがいいんでしょうけど、なかなか試せんじゃないですか。そうですね、一ユーザーとしては。まあでもあれですね、今あのあるレペンテ、あのテストサドルありますね。ちなみにテストサドル僕の自転車に今ついてます。まあ、僕もテストしますんで、僕は多分試乗できるんで、まあそれで見てもらえれば。自転車ごとテストしてもらう。自転車ごと。今のところすごいなんかフィット感っていいっす。スタッフの自転車だったらね、カンビウムとかついてる自転車もあるし、フライトも池田さんの試せるんで。ゴリゴリやけど。マチューノもあるよ。そう、西上さんのマチューノ、マチューモデルついてます、ね、意外と試せるサドルも多い。あ、確かに。それで試してもらうといいですね。まあ、試すのは一番ですね。あの革もありますし、革もありますね、レザーも。それでちょっとやってもらいたいですね。そうっすね。でも個人でお客さんがいろいろ買って試すなんて、まあ、どう考えても無理なんで、お店にあの、うん、やったらラウドでも乗りに来てもらって、いろいろ見てもらうのがいいかなと。スタッフの自転車乗り放題みたいなもんなんで。僕のは、ね、あんま大したのがついてないんで、ドアぐらいなんで。あれついてるじゃん、はい、あのストラグラーにあのマビックが。
あ、ホイールじゃないですかね。サドルね。サドル、先ほどの、まあ、ホイールもあれ、スラグがついてるんで、あれを置いといた方がいいですかね。通勤にバリバリ乗ってるんであれなんですけど、ちょっと、スチームローラーにしましょうかね、通勤は。ちょっとストラグラー市場に置いときますね。え、いや、乗った方がいい。乗った方がいいですか、うん、じゃあ乗ってきます。ないんで、まあ、うん、乗りたいなっていう人はちょっと前々で連絡してもらえれば。うん、ね、まあ、サドルね。サドル、はい、今回はサドル、サドルの話なんで。まあ、そんな感じで。何ですかね。見た目ばっかりでは選べないですね。ちょっと、まあ、正直これは乗れる機会があるなら乗った方がいい。乗れば乗るほどいいかもしれないね、いろんなやつ。そうですね、じゃあピタッと当たる。それはそれで問題発生するんですけど、乗れば乗るほどいろんなもの迷い出す。僕それだ。沼にハマっちゃうんですね。こういうことかっつって、で、会うのがない沼じゃなくて、どれでも会ってしまう沼みたいなのあるっすね。羨ましいな。で、今回ロードバイクにあの WTB のボルトではなかったなっていう気がします。うん、やっぱシクロとかそっち系だなって気がしますね。ちょっと試してみます。はい、はい、そんな感じで、はい、はい、じゃあ今回はサドルの雑談。だって答えは答えは乗りに来てくれ、乗り一回乗ってみて感じですかね。こんな感じですね。はい、はい、ファストハントコーヒーの、はい、ファストハントコーヒー、今日はありがとうございます。スペシャルゲストとして。あの概要欄にインスタグラムの、はい、あのウェブページ貼っときますので、ぜひ見てみてください。ネットで買えるんですか。ネットで、ネットオンライン、オンラインのみなんで今のところ。うん、ぜひよろしくお願いします。では今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。